こんばんは。今日はフランス映画1957年度の作品、ルネ・クレール監督リラの門をご覧いただきます。クレール監督は皆様ももうよくご存知のように、1930年代のフランス映画黄金時代を築いた大巨匠でございます。戦後のクレールの代表作と一本選びますときには、皆様このリラの門をお選びになります。ご出演の役者の方たちはクレール監督ならではの名優が揃っております。アーティスト、学習をいたしますジョルジュ・ブラッサンス、この方は役者ではございません。作詞、作曲、そして歌を歌うシャンソン歌手で、大変ユニークな方でございます。どうぞごゆっくりご覧くださいませ。いかがでございましたか。リラの門というのはパリの東北部にありますメトロの地下鉄の終点にあたりますけれども、昔パリには城壁がずっとありまして、こう囲まれていて、それで出口にはいろいろと門がありました。だからたくさん門とつく、ポルトとつく地名がございます。私 がパリで留学いたしておりました学校がありましたのは、ポルト・ド・マイオ、マイオの門ということになりますけれども、そのポルト・ド・リラ、リラの門もその一つでございます。だからその昔はその門のところでもうパリ、都はもう終わりますから、これからもう畑になり森になっていくという、まあ、何かといえばもう伐採のところ、そういう伐採のもう下町というのか、もう伐採のところの本当に貧しい庶民の生活というのがこのリラの門で描かれております。ルネ・クレール監督は残念なことに昨年お亡くなりになりました。まあ、クレールの作品をご覧になった方、パリの屋根の下、パリ祭、自由我らに、いつも貧しい人を温かい目で見つめていますね。自由我らに などが、まあ、ひょっとしたことから大金持ちになっていくと、その心優しい庶民の人がだんだん金持ちになったために、非常に残酷なその悪い人になっていく、億万長者もそうです。この映画の中でジュジュというピエール・ブラスールが演じます役、本当に飲んだくれで、まあ簡単に言えばろくでなしでございますけれども、男の友情、あるいはこの殺人犯に対してすら、きっと何かの過ちで人を殺したんだろうと優しく扱います。でも最後に女の愛情を利用して逃げようとする、そういうことをルネ・クレールは許しません。そういうところに私はこうルネ・クレールが持っている作風が、戦前からずっと戦後までこう一貫してきた厳しさと温かさ、そしてその演出が、その猫の使い方とか犬の使い方、子供の使い方、そしてピストルの音とか、新聞をこうクローズアップして、それがこうもうドキドキさせるような酒場のシーンとか、非常に計算された流麗な演出があって、本当に一言で言えば何でもないような話が、しみじみとした人生を味わわさせるような作品になっています。私はこの映画本当に好きです。主役のピエール・ブラッスルというのは、天井桟敷をご覧になった方なら覚えていらっしゃると思いますけれども、女たらしをやっている役で、大変な二枚目でございます。72年に惜しくも死にましたけれども、こういう女たらしのような二枚目を演じる、そういう方がまるで本当の酔い奴隷のダメな人間を演じているという、この役者の幅、そういうことにも驚きましたし、自分で作曲した歌を歌っているブラッサンス、いかがでございましたか。もうこの映画に出演した時代は、もう本当に彼は特別な人でした。
ひげを生やしてパイプを揺らして、パイプをしょっちゅうくわえておりますけれども、フランスの学生たちはそれを真似しておりました。ピアフだとか、モンタンだとか、そういうポピュラーなシャンソン歌手ではありませんけれども、こう本当にフランス人の、魂を歌ったシャンソン歌手でございました。この作品の主役を演じましたピエール・ブラッセ、それでジョルジュ・ブラッサンス、それから伊達男の殺人犯も、そしてルネ・クレールも、みんなお亡くなりになっております。こういう作品を通じて、人が亡くなっても芸術は永久に残るんだなと、今日また久しぶりにこの映画を見て本当につくづく思いました。日本での公開はフランスと同じように1957年でございますが、ベスト10の上位に入っております。フランス映画の本当の良さというのは、こういうしみじみとした下町の情緒にあるのではないかと思いますけれども、このリラノモンも東京と同じように、もう郊外ではなくて、そのリラモンからもう郊外の方にずっと高層のビルが立ち並んでおります。こういうフランスの昔あった情緒というのもだんだんなくなっていくんではないかと思います。こういうクレールの手法というものは、トリフォー監督などに、若い監督に受け継がれて、フランス映画の中にまだ生きておるわけでございますけれども、下町の情緒というのは日本と同じように消え去っていく物語だと思います。